こんにちは、平石彩子です。すっかり春めいてきた今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は農業紹介シリーズ、頑張れ三鷹の都市農業の最終回。市内の農家での柿栽培の様子をリポートします。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、市内の農家の草花、柿栽培のリポートをご覧いただきましょう。三鷹市内には182ヘクタールの農地があり、306軒の農家が今日も元気に野菜や果物作りに頑張っていますが、もう一つ忘れてはならないのが、市民の暮らしを彩る草花の栽培です。春の訪れを間近に、温室では色とりどりの草花たちが出荷を待っています。こんにちは。突然ですが、私とこのお花とどちらが綺麗ですか？なんて、そんな冗談はさておき、今日はここ三鷹台団地にほど近い浅野さんのハウス農園にお邪魔しています。春の日差しが降り注ぐハウス内には、ご覧の通り色とりどりの鉢植えの草花がずらり、今時間は午前8時50分ですが、緑化センターへ出荷するための積み込み作業が始まっています。今日出荷するのは桜草やビオラなど108ほど。幾分客足の少ない週明けなので、ちょっと控えめのようです。浅野さんが出荷している三鷹緑化センターは、市民が農業と緑に身近に親しめる場として平成16年に誕生した三鷹市農業公園内にあります。ここでは市内の農家が栽培した野菜や草花、植木などを豊富に展示販売していますが、合わせて農業公園ではガーデニングの講習会や農業体験など、市民のグリーンライフを応援する事業も積極的に開催しているんですよ。センターに到着した浅野さんは、運んできた草花を一鉢一鉢丁寧に所定の場所に並べます。買ってくれるお客さんのことを考えると、最後まで手が抜けません。売り場では水やりや日当たりなど、育て方などについてお客さんから尋ねられることも多いとのこと。こうした声に丁寧に耳を傾けることも、喜ばれる草花作りの大事なポイントなのだそうです。畑に戻った浅野さんは、早速草花の手入れに取り掛かります。丹精込めて土を作り、これをバットに入れて種をまき、発芽したらポットに植え替え、生育状況を見ながら肥料をやったり剪定をしたりしながら、出荷の日までこまめにケアします。早いものでも実つき、シクラメンなどは1年以上もかかるのだそうですよ。手際よく作業を進める浅野さんですが、実はこの浅野さん、5年前まではなんと電子顕微鏡メーカーのエンジニア。お父さんの強い希望もあり、一大決心の末に家業の柿栽培を継ぐことにしたのだそうです。浅野さん以外にも、市内では10軒ほどの農家が柿栽培を行っているとのことですが、草花は栽培される種類の多さが特徴です。
シーズンは春から夏と秋から冬の2シーズンに分けられるそうで、春にはペチニア、インパーチェンス、マリーゴールドなどのカラフルな草花が、そして秋からはパンジーやビオラ、シクラメン、ボリアンサなどが店頭に並ぶのだそうです。それでは浅野さんに柿農業の魅力などについてちょっとお話を伺ってみましょう。すいません、お邪魔します。こんにちは。ハウスの中はもう春真っ盛りといった感じですが、はい、今何種類ぐらいのお花を育ててらっしゃるんですか？まあ10種類ぐらいいますかね。ああ10種類ぐらい、とってもカラフルなんですね。そうですね、やっぱり色鮮やかもんが人気がありますからね。どんなものを育ててるんですか？今はポリアンサス、それからこちらは桜、そうですけどね、はい、メラコンって言ってますけど、あとアリッサムとかミコン、そう、あとベゴニアが少し残ってますね、とサイネリア。ほとんどカタカナの名前ですよね。そうですね、海外からもともと入ってきたものが多いですからね。これだけ種類が多いとどの花を作るか迷ったりはされないんですか？やっぱりシーズンによってやっぱり作るものって決まってるんですね、ある程度ね。やっぱり冬なんかだと、秋冬だとパンジービオラとか、あとシクラメンとか、あとポリアンサとかね。でこれから暖かくなって夏、春夏ものになってくるんですけど、今植え替えてるのはペチニア。あ、これですね。ペチニア、インパーチェンス、マリーゴールドとかね、ニチニチソウとか、まあ、大体春から秋まで持つような花なんですけどね、どれも。大体じゃあ毎年同じようなお花を育ててるんですか？まあ、基本的には同じような花なんですけど、たまに変わった、なんか、うん、作っててもね、やっぱり新しいものをやってみたいとなるんで、そういったものもやりますね。新しいのに挑戦したりもするんですね。ちなみにですね、綺麗で丈夫なお花を作るポイントというのはありますか、何か？やはり元になる土ですね。土をやっぱりよくいいものを使って作るっていうのがありますよね。それとあとは途中の管理ですね。管理。やっぱり手入れしてやらないといい花咲かないですし、病気にもなりますし、虫にもたかるし、そういったところの管理をよくしてあげないといい花咲いてこないですね。結構ね、病気になったりするもんなんですよね。だから買ってったお客さんも手かけてやれば長持ちするし、いい花が咲いてくれますんで、そういったところをやってもらうと楽しめるかなと長く思いますね。最後に一つお聞きしたいのですが、花作りの魅力というのはどんなところにあるんでしょうか？あんまり、ね、考えたことはないんですけども、やっぱりうちだと種からまいて、育ててきますよね。育てて、どんな咲く花は分かってるんですけど、やっぱり一つ一つ違いが出てますので、どんな風に花が咲くのかな、またその咲いた花をお客さん買ってってくれるのかな、どうかなと、そういったところで売れるとやっぱり嬉しいし、でお客さんがこういうのないのって言うと、じゃあ今度そういったものを作ってみようかなって思いますよね。直接お客さんと話して何か作れるっていうのもあるし、じゃあコミュニケーションも、そうですね、やっぱり、どういうものを欲しがってるかって、それに対して作っていくっていうのもありますね。それと作ったものが出てくというのも嬉しいものですね。なるほど。じゃあこれからもますます素敵なお花作り頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうも。野菜作りが命を支える農業なら、草花作りは心を支える農業といったところでしょうか。花の大好きな私としてはちょっと憧れてしまいました。それではシリーズの締めくくりとして、三鷹市農業委員会会長の半澤武雄さんと、三鷹市都市農業研究会座長の星野直春さんに一言ずつお話を伺いましたので、続けてご覧ください。三鷹では300軒の農家と約180ヘクタールの農地を耕しているわけでございます。それは三鷹市が高環境を幸福ということで、
まず食べ物を作るということだけではなくて、環境の面にも非常に、まあ、重点を置いて我々は行っているわけでございます。まあ、それと同時に、小学生、いわゆる食育教育ということで各小学校におきまして学校農園というものを作りまして、それで皆さんが栽培していただいて、野菜はこういうふうに作るんだな、まあ、そういうふうに行っているわけでございますし、また若い人たちが野菜を学校給食に、まあ、使っていただいて、非常に地元の野菜は美味しいんだなってことを理解できている方もあろうかと思います。まあ、それと同時に、各学校から、まあ、農業についてのお話をしてくださいよっていうようなこともありますけれども、そういうことを進んで、まあ、行っているわけでございます。それと、まあ、あまり農業っていうんですか、近くに畑のないとかありますけども、11月ですか、三鷹市で農業祭というものを行っておりますし、それで約3000点以上の、まあ、野菜とか植木とか出ておりますので、そこへもし参加できれば余計、まあ、皆さん三鷹市の農業を理解できるかな、まあ、そういうふうにやりますので、今後とも我々頑張っておりますので、より以上ご支援をお願いいたします。中原の星野でございます。この時期三鷹の畑はだいぶ埃が立って、皆さんにはご迷惑かけると思います。しかしながら、この冬場をちょっと畑を休ませるっていうことが、これから春になっておいしい健康な野菜を作る一番のいい薬であるわけです。これから春になりますと、いろいろと作業が始まり、皆さんにはいろいろとご迷惑かけることがあると思いますけども、我々も十分注意してやっておりますので、どうかご理解いただければと思っております。三鷹の農地はほんのもう一つまみの農地でございます。そういった中でフルに活用しておいしい野菜を作っております。畑の周りの地域住民と仲良くして、そして皆さん方もまた畑の中に来てもらって、おいしい野菜の作る手伝い作業、そういったものをしてもらえれば一番いいのではないかと思っております。当然のことながら無農薬に心がけておりますが、その辺のところはもう皆さん窓を開ければもう目の前に畑が広がってる、種まきから収穫まで皆さん見てるわけですから、一番皆さんがよく分かってくれてると思います。ぜひ安心して三鷹の野菜を食べていただこうと思っております。特に我々は農家の農地、これはただ単に農家個人の農地ということではなく、市民との共有財産ということで、これからもまたいつまでも農地を守り、農業を守っていく所存でございますので、どうか皆さん方もまたご理解いただければなと思っております。ぜひまたお休みの時には畑の方に遊びに、いや遊びにではなく手伝いに来てほしいと思っておりますので、お願いいたします。新鮮で安全な食材の提供と、都会のオアシスとしての役割を担っている都市農業、今回のシリーズでは三鷹の農業の素顔が存分にお分かりいただけたのではないでしょうか。みんなでこれからも応援していきたいものですね。それでは最後に、清原市長が日頃感じていることや市政の近況などをお話しする清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。3月も後半に入りました。三鷹市内にも春の花々が咲き、そしてその香りが春の本格的な訪れを知らせてくれているような、そんな素晴らしい季節を迎えています。さて、三鷹市立西野保育園の新しい園舎が2月に完成いたしました。仮設園舎から子どもたちが元気にお引越しをして、今新しい園舎で
素晴らしい子どもたちの声が響いています。私たちにとって子どもたちは大切な大切な宝です。未来に続く子どもたちの輝く命をこの御鷹でもっともっと生かしていきたい。そのために来年度もさまざまな取り組みを進めます。その一つが中央保育園の建て替えです。また先に完成しました西の保育園では0歳児の定員を増やすとともに、家庭で子育てをしていらっしゃるそうしたご家族の皆様のために一時保育のサービスも開始いたします。私たちにとってそれぞれの子育て世帯がのびのびと子どもたち中心の子育てができますように、そして地域の公園を整備し、また広場事業を充実することによってさまざまな課題もご一緒に解決していく、そのような取り組みも充実していきたいと思います。来年度は予防接種事業も拡充いたします。子どもたちが心身ともに元気、そして一人一人の個性が輝きつつ交流をし、共に遊び、そしてそれぞれが尊重し合いながら過ごせるまちづくり、この春もそうしたまちづくりに多くの市民の皆様のご参加をよろしくお願いいたします。それでは花粉症も心配される季節です。皆様がお元気でこの春を過ごされますように。またお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、3月の半ばを過ぎ、いよいよお花見シーズンの到来です。一口に桜といっても、河津桜に大島桜、八重桜にしだれ桜、そしてソメイヨシノと300種を超える桜があり、姿や色や開花時期も微妙に異なるようです。皆さんのごひいきはどの桜ですか。それでは次回、新年度最初の4月6日号をどうぞお楽しみに。